2006年に発見されたトラルテクトリの石板。テンプロマヨール博物館像トラルテクトリの彫刻。メトロポリタン美術館像トラルテクトリは、アステカ神話の大地の神、または怪物。トラルテクトリとは、大地の主を意味する。文字通りには、男性のはずだが、女性として描かれることが多い。実際には、男性でも、女性でもあった。トラルテクトリには、 地母神的な側面と軍神の側面の両方があり、この両者はメソアメリカにおいては死と再生を司るという点で結びつきが強い。トラルテクトリは大地と農業の神であるマヤウェルやトラロックと関係が深いが、その一方で祭儀面では戦争と人身獄が中心になる。アステカの彫刻では地面を表すためにしばしば底部に刻まれる。 しゃがんで、上を向いた姿で描かれ、笑った仮面をかぶり、しばしば背中に、生贄の象徴や骸骨を背負っている。顔が、トラロックになっているものも多く見られる。創造説話では、ケザルコアトルとテスカトリポカが、トラルテクトリとチャルチウトリクエから、雨の神々を創造したとされる。 またトラルテクトリは巨大なワニのような怪物で、蛇に変身した神々によって二つに引き裂かれ、半分が大地に、半分が天空と星々になり、その背中で動植物が育ち、川が流れたという。2006年に、テンプロマヨールの近くでトラルテクトリを刻んだ、大きな石板が発見された。アステカ皇帝アウィツトルの没年である1502年に、 対応する銃のギの年が記されており、アウィツオトルの墓の可能性が高いと考えられている。ありがとうございます。